いいのよ。今日は誠ちゃんも京香ちゃんもいてくれるから、お店じゃ話せないことなんでしょ。とうとう決めたのね。どうやって告白するの？いいわね。やっぱりデートは男の子がリードしなきゃ。それで、千秋ちゃんどこに連れて行ってあげるの？思い残すことのないようにね。最後にとっておきの格言を。挑戦する勇気を持つ者だけが恋の勝者になれる。健闘を祈るわ。本日の格言。挑戦する勇気を持つ者だけが恋の勝者になれる。つもり？私が相手だとお金がかかるわよ。チープなデートね。じゃあバンクリの腕時計は買ってくれないのね。コウスケ君、ブランドの知識ゼロだもんね。プレッシャーにもならないか。保証してくれるの？嘘嘘、もういじめないから。同級生のよしみで付き合ってあげる。でも楽しくなかったら友達やめるからね。これらの星と M44 という星団により構成されるのがこの蟹座です。蟹、蟹座はこのように双子座と獅子座に挟まれた位置にあり、タラバガニ、ズワイガニ、お腹空いちゃった。こんな静かなところでお腹が鳴ったらお嫁に行けなくなっちゃう。悪いけど今はそんな冗談に付き合えない。腹筋に力入れてるから。あ、
お腹いっぱい。ごちそうさまでした。星を見たってお腹は膨れないもん。それに本当はカニ料理が食べたかったんだけど。貧乏コウスケには無理言えないもんね。ねえコウスケくん、星を見上げてロマンチックな気分になって私のこと口説くつもりだったんでしょう。もっと女の子の性格を考えなきゃ。こういうデートは可愛い女の子向けだよ。またまた。コウスケくん、いきなりね。少し考えさせてくれる？うん、学校に来て。明日は朝から図書館で勉強するつもりだから。じゃあ明日学校で。バイバイ。図書室、クーラーが効きすぎだから温まりに来たらついうとうとしちゃって。これでもちゃんと考えたからね。出たよ。
あのね、え？もう調子狂っちゃうよ。担当直入に言うね。こんな私でよかったら付き合ってください。コナン、ちゃんと聞いてるの？バカ、どんな耳してんのよ。こんな私でよかったら付き合ってくださいって言ったのよ。ほんとよ。お金も大事だけど、もっと大事なことがあるって気づいたのよ。こんなに深く入り込んできた人、初めて。最初はうざかったけど、本当は途中から気づいてたんだ。相手を思いやる気持ちが最高のプレゼントなんだって。何それ？これから忙しくなるよ。違うよ、受験勉強。同じ大学に行きたいんでしょ？言っちゃなんだけど、コウスケくんより私の方がずっと成績いいんだよね。ブランドは捨てても、浪人生の彼氏ってのは嫌なの。だから頑張ってもらわないと。さ、図書室行って勉強しよう。席2つ確保してあるから。本日の格言、相手を思いやる気持ちが最高の恋のプレゼント。